おはようございます。今日は4月10日、4月10日です。今日まず早くから昭和記念公園にやってきました。7時半開園、7時今の時刻が44分で、7時35分ぐらいには着きましたね。なんとか早朝開園間に合ってきたんですけど、相変わらず人の数が多いんですよね。みんな7時半目指しで来てるとは思わなかったですね。すごいびっくり。今日はだから7時半からもうなんていうんですかね、みんな時間差で空いてるチューリップを目指したいみたいな、撮りたいみたいな人たちばっかりなんでしょうね。すごいです。いや、電車の中寝た寝た、会社に行くより早い時間だから爆睡でしたね。昨日は昨日でちょっと写真教室のニコンカレッジが9時半ぐらいまでやってたんで、そこから家帰って速攻で寝て、反応で5時半ぐらいに起きてみたいな感じで、結構ハードな日程をこなしてます。大回しネモフィラがパスで直接チューリップですね。今日ちょっと目当てなチューリップがあるので、そっちを目指していきたいと思います。今日はレンズは8-15 のフィッシュアイを持ってきましたね。それからカメラは Z7 ですね。あとは1430の Z レンズがカバンに入ってますけどね。今日はフィッシュアイをメインで撮っていきたいと思います。やっぱり花に夢中ですね。今の時刻が9時2分で、間もなく1時間半ぐらい経ちますけど、もう開園早々でいつもの人数ぐらいの人が来ててちょっとびっくりですね。で、今日ここはちょっとなんていうんですか、チューリップ畑のどっちかといえば手前の方、西立川寄りの方なんですけど、結構穴場ですね。いろんな花が。ワンちゃんがすごい吠えてんで怖いね。ここすごいと思いません？もうなんか膝がやばいです。多分あと1時間もすればめっちゃ混むんだと思うんですけどね。はあ、今の時刻は9時3分、7時半開園の1時間半ですね。すごい人ですね。びっくりもう普通の時間と同じぐらい。今チューリップ畑を後にして休憩を取ろうとして自動販売機に行ったんですけど、コーヒー関係が全部売り切れというなので、今こうやって原っぱ歩いてますけど、ここから今対岸の方、みんなの原っぱ東側の方に歩いて休憩所があるんで、そこまで自動販売機でコーヒーを探します。結構ね、今日もね寒くて、冬の装備で来てるんですけど、あれですよね、冷たい飲み物しかないみたいなことが、だから多分ホットはお店の200円とか300円するコーヒーを買ってくださいみたいな感じじゃないんですかね。全部売り切れでしたよ、コーヒー関係は。はあ、とりあえず人通りも取り尽くした感じもするんですよね。今日のテーマはひたすらフィッシュアイでチューリップ畑を撮影するという、はい、8-15のフィッシュアイを Z7 につけて撮影ですね。
結構なんていうんですか、接近して取らなくちゃいけないんで、膝当てを持ってくるのがあったんで、もう膝がもう汚れて大変なことになってる。いやー、前回ね、膝当てしてる人見て、ああ持ってこなくちゃいけないなと思ったんですけどね、すっかり忘れてましたね。膝当てなんてこの1、2年してないしなと思って、あれはね必須ですよ。ああ大きな木、そう、一番最初にこの小野記念公園に来た時もフィッシュアイ持ってきたんですよね。なんでフィッシュアイ持ってきたんだろう、よく覚えてないんですけどね。フィッシュアイと標準レンズを持ってきたんですけど、こういうねフィッシュアイは広角レンズは基本的に狭いところから広いところを撮るというのが広角レンズで、望遠レンズは逆に広いところから一部を切り抜くみたいなね、こういうところで撮るとダイナミックな絵になるんじゃないですかね。おお、この辺まで近づいてやっとですね。400分の1 f/8 ISO320 みたいな。でこうやってねしゃがんで撮ることも多いんで、もうなんかあれですよね、ワンちゃんの糞じゃないけど大変なことになってる。とにかくねワンちゃんすごいんですよ。もうギャン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 、そんなに吠えなくてもいいだろうみたいなね。もう犬が苦手なんでダメなんですよ、ああやってあの犬に無理無理しつけをしているようなシーンとか見てられない。なんとかちゃん、なんとかちゃん、はい写真撮るよみたいな。で犬はさ、何ご主人の言うことは聞くかもしれないんだけど、他の犬とかが来るともうギャン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 、もう盛りのついた犬同士だともう喧嘩になっちゃってたりもするんで、もうなんか大変ですよね。なので犬は嫌いです、苦手です。あ、まもなく着きます。今日は GoPro のバッテリーもメモリーもちゃんと入れてきたからしばらく持つと思うんですけど、まああと持って15分だな。 Z7 はね、さっきバッテリー交換しました。一応ね空になってからこの新しいの入れ替えて充電するように長持ち利用考えてやってますんで、まあ両方とも今日はバッテリーは大丈夫でしょうけど、ちょっとね風がありますね、北風が。寒い、涼しい。あ、やっと着くわ。こっちはねもう全然チューリップも何もないんで、ちょっとここにネモフィラ咲いてますけどね、もう全然人がいなくて穴場でゆっくり休憩したいと思います。なんとかホットコーヒーを入社できました。休憩のお菓子、昨日の帰りにセブンイレブンで買ったやつと。ここは誰もいなくていいね。ああ、なんか富士山が見えるかもしれない。穴場。今何時？今9時27分、入園して2時間。早っ。まあ、あとちょっと帰り、ぐるっと回って帰りますかね。なんだかんだ今日も100、130枚ぐらい撮ったんじゃないですかね。風が冷たいですね。風が冷たいんだけど、多分、なんていうか、風がなければ歩くと暖かくなるぐらい。どうしようかな。帰りはちょっとレンズ変えようかな。甘い系や甘い系。9時20分だから今の時間がだいたいいつも開園。
携帯を買いました。携帯嫌い、スマホ苦手な自分がスマホを買い替えました。買い替えた理由はなんと本体1円。すごくないですか、このモトローラの G9 っていう機種なんですけど、1円ですよ。月額が今1000円ぐらいなんですけど、それが770円だったら買い替える必要ありということで買い替えましたけど、めっちゃ重い。なんだかね、151枚撮ってますね。フィッシュアイなんでね、本当に接近して撮らなくちゃいけないんで結構あれですよ、低い位置からローアングルで撮ってる写真多いですね。よし、とことん全部フィッシュアイで行くか今日は。でもね、実際は151枚分の、まあね、10枚ぐらいあればいいのかな。まあね、全部が全部うまくいかないんですけどね。散々取りまくったんで、ちょっとね、桜、里桜があったところがすぐ近いんで、ちょっと行ってみましょうかね。こっち東側、誰もいない。みんなの西側がチューリップ畑と菜の花畑があるんで、あっちはすごい人がいっぱいいるけど、こっちの東側は誰もいないってすごいね。穴場ですね。おー、でも、あ、桜を目当てに来られてる方がいますけど、うわ、ちょっと桜遠いな。フィッシュアイじゃちょっと足りないんじゃないかな。こんな感じですね。前回ね、来た時と同じですけど、なんて言ったって、ね、8の15ミリなんでね、ちょっと、遠いなぁ。あ、でもほら、こうやって、苔？こういうやつを結構拙者で撮るっても絵になるんですよね。樹木を真下から、なんていうんですか、虫の目線で撮るのも結構面白いですね。幹と、あとは、芝生みたいなやつと一緒に撮ると、結構ですね、こんな感じ？こういう感じで撮れたりするんですよね。実際に GoPro でも見ると、こんなイメージ？スーパーローアングル、こんな感じですよね。芝生と幹みたいな感じで撮ると結構面白かったりしますね。なんかね、一輪の花とか咲いてるとね、それにピン合わせたりするんですけどね。向こう側に富士山が見えますね。映ってるかな、白い富士山が。ちょうど、おー、ダイナミック。ただ広角すぎてフィッシュアイじゃ全然絵にならないと思いますけどね。うおー、富士山バックすごいな。ちょっと撮ってみようか。もちろん入るんだけど、やっぱ富士山遠い。というわけで、今原っぱの東側の西立川口に向かって歩いてます。ちょっとね、歩きながらまたなんかフィッシュアイで撮影できるようなものがあれば撮影しようかなと思いますけどね。多分今チューリップ畑の方は
大変なことになってるなと思います。もうね、多分もうこの時間はもうなんかフィッシュアイって超広角なんで人が入っちゃうんですよ。するとね、せっかく花いっぱいにしたい写真が人が入っちゃうことで台無しになっちゃうんでね、もう今の時間はいいですね。今の時間が10時ジャストですね。入園して2時間半ちょうどあと20分30分で帰れるんで3時間いたことですかね。はい、今日も多分すごい混むと思いますよ。野草の小道とか久しぶりに入ってみようかね。ここほら、ちなみに GoPro の電池はあと3分の1ぐらいです。ここもね、季節によってはね、見応えあったりするんですよね。これなんていう植物だろうね。こういうの花を咲いて実つけると面白いんですよね。秋口だとものすごい人が向こうからダーッて来るんですけどね、なかなか来ない。新立の石立川口が入って左手に行っちゃうんですよね、みんなね。だからこっちの右手の方に来る人はほとんどいないですね。いや、しかし、あ、クカのシオンっていう花が咲くらしいですけどね、まだ全然そんな気配がないですね。なんかあの、今日フィッシュアイと1430のあの広角ズーム持ってるんですけど、あの結局なんとフィッシュアイしか使わないって決めたらとことんフィッシュアイにするみたいなね、そういう撮り方もいいと思いますね。あ、ちょっとなんか面白そうなのがあったんで、スーパーローアングル試してみましょう。よいしょ、地面と同じ目線で撮る。こんな感じです、うん、要はその枯葉だけスポットライトが当たってるシーンをこの目線で撮りたかったんですよね。で、面白いでしょ、こういう感じで、こういう目線で。こういうのも面白い。まあね、やっぱりあの被写体を見つける力と、あと被写体で中にその中でその主役を見つけなくちゃいけないんですよね。ヒーローとかヒロインを主役の中から見つけるっていうのが、まあ、結構写真撮りの醍醐味みたいなね、テクニック上達するなんていうんだろう、技ですよね。なかなかこの辺は、ね、ないよね。ああ、もう終わっちゃった。野草の小道終了でーす。はい、まもなく西立川口に戻ってきます。やっぱりね、この時間から来る人が普通ですよね。自分が7時半に来てる時点が早すぎるんですよ。巨木とかなんかフィッシュアイで撮ると面白いかもしれないですね。
なるべく木入れるときはね、背景に地面を入れるといいんですよね。よいしょ。ギリギリ。面白い。やっぱり帰る、向こうに向かって帰る人もやっぱりいますね。一周回ってきてもう帰ろうっていう人がいますね。あ、そう、カメがいっぱいいる。なんかミシシッピ赤耳ガメ、外来種のカメがいっぱいいますね。やっぱり水少ないですね。これから多分あったかくなってきたら水入れるんですかね。今は水少なめですね。カルガモが相変わらずいますね、いっぱい。今の時間は10時17分なんで、早い。でももうそれでも3時間近くいましたからね。いやー、今日充実した一日だったな。家帰ったらまたこの写真のセレクトと、それからちょっとね、動画が溜まってるんで、それもまた動画の編集して掲載したいと思いますんで、また見ていただければ幸いです。それではまた。